明治でございます。皆さんお元気ですか？ドーンと言ってますか？というわけでお久しぶりでございますってこともないか、この間流しましたからね。今日はですね、おしゃべりです。そしてまずですね、ちょっとね、エルカシをバックに、まあこういうことするとまたね、なんだろう、著作権に抵触してるんです。なんとなく流れてるって感じでいいじゃないですか。まあですね、寒いっすね今日ね。11月のまあ祝日ですよ。でちょっと今長女が主人とまた出かけてる間にここに来て、ちょこっとね撮ろうかなって感じ。冬本さんみたいな時だった。ね、紅白出場決定いたしました。宮本浩次おめでとうございます。バニャーイバニャーイバニャーイやったね。去年なんで選ばれなかったのか私はよくわかりません。でも出場エントリー見てるとね、もうジャニーズがさ、すごい枠取っててさ、ねえ、まあいいんだけど別に嫌いでもないですけど、まあ歌が上手い人は好きですよ、私は。歌上手い人好きなんで嵐好きだったんですけどね。はい、まあまあそれは言うまいてって感じ。今更、もう事務所の実力とかいろいろね、ありましょうからね。まあ今日はですね、ちょっとまあ、宮本さん紅白出るってことでね、何歌うんだろうって、まだ今調べたらちょっとまだ出てないのかなって。何歌うんだろうなっていうのが皆さん気になってると思うんですけど、まあ予測じゃないですけど、私希望ね、希望何歌ってほしいかっていうのを考えてたんですよ。ドゥン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 。ね、これです。縦横無尽。まあ今年縦横無尽なんですけれども、まあ賞を取ったのはこのね、ロマンスのアルバムがね、大きいと思うんすわ。まあなんと芸術者文化なんとか賞ですか？まあ、細かいところよくわからないんで割愛しておきますけど、でもね、ソロ活動をなんていうのかな、でも特に評価されたこのアルバムなんで、どうなんだろう、どう思う、みんな、皆さんどう思います？こっちから縦横無尽から歌わせてくれるのか、こっちのロマンスから歌わせてくれるのか。それだったらね、ちょっと贅沢に縦横無尽から一曲、まあ、私の希望は浮世光司のブルースですよね。浮世光司のブルース歌ってもらってガーッ、ハレルヤでもいいです。浮世光司のブルースかハレルヤ歌ってもらって、でこちらから、まあ、例えば岩崎宏美さんがね、ゲストでサプライズゲストで出るっていうんだったら、ロマンスを歌っていただいたメドレーで言ったらもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そこら辺どう考えてるか知りませんけども、まあ、サザンバラのカバーでね、ソングしたらなんて NHK 出れるじゃないですか。それぐらいしてもいいんじゃないの、 NHK。 私ちゃんとお金払ってるしね、みんな払わなきゃいけないよ、 NHK 見てる人は見てるから。でどうだろうね、いろいろあるんですけどね、なんかな。でも今年1年すごく売れた歌っていうことで出るわけですから、まああれもね、どれもね素晴らしいんですけど、前言った浮世光司、浮世光司ばっかりで、だからまああれですね、すごい外して東京協奏曲、桜井さんがサプライズだから、サプライズがあるサプライズがあるって紅白はやってるんですけど、それがもしかして宮本さんかけたってすごいよね。ねねねね、すごくそう思うんですよね。まあ私がまあパッションもみんなの歌にかかりましたしね。でもヒットしたといえばどうなのかな、よーポンポンって感じなんですよ。ヒットしたって言えばね、こっちのアルバムの方がヒットしてるんですよね。もちろん皆さん、あなた異邦人、二人でお酒を、化粧、ロマンス、赤いスイートピー、木綿のハンカチ、みんな知ってるよね。喝采、ジョニーへの伝言、白いパラソル、恋人がサンタクロース、ファーストラブ、ね。もう、そうです。ね、もうほんで、まあ、もう他のセプテンバーとかもいっぱい入ってますけど、もちろん皆さんご存知のこのアルバム。これがね、売れたからね、どうなのかな。いや、でも、オリジナル歌させてくれよ。気持ちとしては。オイラたちは、これはそう思うよ。思いません？だってねえねえ、何だろう、何がいいんだろうな、意外とシャラララがいいのかな、悲しみの果てかなってますけど、 PS I love you って可能性もあるんですよ。でも一番この何でしょう、やっぱりかな、もうね困るね本当に。浮世光司のブルースが私はもう本当に一番好きなんで、このアルバムの中では浮世光司のブルース、あるいは PS I love you、 あるいはハレルヤ、この3つ3択じゃねえかなと思うんですけどね。まあ、サプライズによりますよね。サプライズが昭和の歌詞だったら、もしかしたらこちらの
だからね、2回出番があるとすごい嬉しいよね。なんかもうそれはね、ちょっとね、妄想してしまいますけどね、もう本当にね、なんかどうなるのかなって感じよ。もうでもその活躍っていうよりも、もうこういう風にしとくわ、あんまり顔見せないでしょ。もうね、活躍っていうよりも、もうなんて言うんですか、世代を超えた1枚を、歴史的な1枚出したわけですから、これに対する評価ものすごい高いんですよ。あのカバーアルバムって売れないですからね、こんなに売れ倒したっていうんで、宮本さんが出した途端になんとビーズさんまでカバーアルバム出すよって、なんかでヒットソングなんかいいのないですかって、なんかファンにアンケートが来たんだって。ビーズさんまでみたいな、そんなことしなくていいのになって思っちゃったりするんですけどね。まあ商売だから売れたらいいんだけど、まあね、とにかくね、重いわ、こっちが重みが。でまだ見てないのよ、私中央無尽蔵の完全版のブルーレイを見るし暇もなくて、はい、見る暇ないというか、結構こうほら、あの発信側に入るとね、なかなかね見なくなるんですよ。で寝る前にね、またまだ私あの咀嚼音の見てて ASMR を、でそれ見ながら眠りにつくっていうかね、それ見ながら眠りについたら、ちょっと一晩中ちょっとね、あの携帯つけておくことになるんで、ちょっとやばいことになるんでね、まあ、寝て今のスマホのバッテリーがやばいんですよ。やばいですよ、やばいですよって言うんですけど、どうしたらいいのかよくわからないから、とりあえずオプティマイザーっていうのでね、ちょっとねよしよしってしたりしても、なんかとかもうね、なんかでうちのスマホが全然、うちのスマホの反応数字なんて申し訳ないんですよ。 LINE モバイルだったんですよね、今は NTT だったんですけど、親会社が今変わっちゃって、 LINE モバイルどっかに変われたの、 NTT に変われたから、まあとにかく、でこれがあのこのスマホがね、あの中国のスマホなんです。中国スマホ、ハウイって言って、もうすごい話題になりましたね。頑張ろうぜ。そうそう、あのハウイって言って話題になったね、社長が、女社長がなんかすごい雲隠れしたとか、すごい話になった会社の作ったやつなんですけどね、私ねそれがね、もう買った当日に落としたんですよ。イオンに買い物行ってストーンって。まあダメね、もう本当にあのちょっとまあまあ自閉症児の親なんでね、ちょっと私もちょっと注意欠陥多動障害の毛もありますんで、まあそんなこと言うのもなんですが、もう落とすはつまずくは、あのあざだらけの人生を送っております、もう本当に。でもまあまあ、 あの大事なものはね、なくしてないので、心だけは美しく。まあまあ、そういうわけで、どうですかね皆さん、何歌ってほしい紅白で。もう言ったら2回目とか言って、一人でソロで出るの2回目って言うんですけど、椎名林檎さんのは椎名林檎さんですから、ちょっとカウントしてないんですけど、まあでもあれでね、飛躍的に宮本浩次の知名度がダーンって上がったので、まあ、でもいきなりね、このアラームアムジャーと誰これ誰これってなるよね。誰これ誰これってすごい動いてる人誰みたいなね。いろいろググっていったらみんな見れるみたいなね。そんなんでね、有名になってたら、もう椎名林檎様にはね大感謝なんですけど、それは何度も言ってますけどね。いやー、どうだろうな、何歌うのかな、もうね、こう、どこしてきた僕です、だったらびっくりしますけどねそれはないかな。いやいや、もうなんかでも NHK と縁が深いんでね、児童合唱団だって去年の段階出してくれよってね、多分いっぱいだったんだよ。でもね、ロマンスがここまで多分飛躍的なね、ね、売れ行きを解けると思ってなかったと思う。それとあのなんだろう、選出されたあの経過を書いてるんですけど、やっぱりあのアンケートとか取ってるみたいですね、こっち今週出てほしい。だからまあエビバデの皆さん頑張ったんだけど、私全然知らなくてね、まあ本当どうなるのかな、本当に。あ、そこ晴れてきたわ、すごいね。もう楽しみが年末の大晦日にね、まあエレカシが出てくれたっていうのも感動しましたけど、エレカシ出たで紅白と思う、すげえな。ちょっとエレカシファン、中堅ファン、もうね感動したんですけど、私なぜかそのね出てた時の映像をね、あの録画してたんですけど、失ってしまって、もう見れてないっていうのが、でも YouTube で見ましたもん、仕方ないから、もう YouTube があちこちのから検索してみましたけどね、いやもう生で見とけよって言って。でもね、年末もね忙しいんですよ、なんか主婦が、皆さんわかるでしょ、主婦の年末のなんか微妙な忙しさあって、もうちょっとまたあの年末から、うちのあの自閉障害児のゆかきちさんが実家へ行くのでね、もう実家に入り浸って9時頃にあの自宅帰ってくるってみたいになると思うんですよ。だからね、これ大変でも
12月19日は大阪城ホールでございます。今ね、縦横無尽ね、縦横無尽にツアー回っておりますね。でも毎度毎度本当にね、もうあのインスタ上げてくれて、でもすごいこうね、まあ回数をごとにね上手になられてるというか、まあもともと向いてらっしゃるんで、 YouTuber した時点でこの人絶対もう一人で喋る向いてるわと思ってね、だから今回インスタ上げておいて、まだねそのインスタ見れてないのですもん、バカバチボコに忙しくて本当にね、頑張ろうぜみんな。年末がね苦しいんだ、結構みんな仕事も大変だしね。もうね、もう一口の3回目の接種も始まると思うんですけど、でくっそ寒くなるしね、これからね頑張っていきましょうよ。とりあえずちょっと年末楽しみになるという最後の最後の楽しみですよね。えもう嬉しい、もう嬉しいっていうしかないですね。こんな嬉しい時代になるなんてなとか思っちゃうね。ねえひろじみたいな感じ、そういう感じですよ。もう本当もうファンでよかったってまあ思って、まあ紅白決まって、まあこの間の流したんですけどカバーの方ね、その時点ではもう全部紅白のこの字も決まって、でももう今年いけんじゃねえかなって感じありましたよね。この勢いだったらいけるんじゃないのかって。でも結構縦横無尽の宣伝してるからこれほど売れてないのかなってちょっと予想がねできるんですけど、でもね各もうあのツアーの皆さんのねもうなんだろう感動の声を聞いておりましたら、もうこれはもう宮本浩次およびエレカシ安泰だよねって感じ。うん、もうだからもうゆったりしてこうね、あゆったり全然できないんですけど、まだファンを続けていけるなって感じでちょっと嬉しいです。私はもう本当に嬉しいです。でどうもみんな、いやコメント欄開けてないんだからさ、なかなか意見は言えないと思うんですけどね、もう予想を何も外れたら、もう発表されたらごめんね、もう私も知らねえんだ、もうあのなんかいろいろあって、でそうですね、まあ最後にあれなんですけど、もうそろそろ終えて帰らないとまた長女があの出かけから帰ってきちゃう感じですね。実はあの YouTube でそろそろあの自閉症の長女のこととかいろいろ喋るチャンネルをまた開設したいと思います。すでに TikTok の方ではもうすでにですね、自閉症者のいる風景ということで、あのこのねアカウントでちょっこちょっここうあの折々の生活のね、あの自閉症者ゆかたちのこだわりとかね、こういう生活してる、まあ大変そういうんじゃなくて、まあちょっとねあのほっこり していただきたいなと思って、いろいろこう知ってもらいたいこともいっぱいあります。なんかでまあ、あの自閉症者ゆかきちの今までの経緯をね喋るともうめんどくさいんで、まあ今の生活からこうやってちょっと徐々に遡っていこうかなと思って、その解説の準備をするのにちょっと今必死こいてちょっと映像を集めてまして、大変なんですよ、ね、YouTube 本当にね自分でやるじゃん、もうね毎日やってる人すごいね、死ぬよ本当に。だから、まあ、まとめ撮りを私もしてるんですけどね、そうするとタイムラグができるじゃないですか、1週間前に撮ってね。いや難しいのよね、もうなかなかね、あ、影響かかってますね、はい、もう全部いいね。でもとにかくあの今まで私あのカバーアルバム、アルバムのカバーずっと撮っていって、アルバムを一度聴き直して、もうこの間風ってアルバムもすっげえいいって話したんですよ。本当にちょっとね推しアルバムもう一個入れて、風っていうアルバムもちょっとあの配信で聴いてみる、すっごくいいです。もうね地味っぽいアルバムなんですけど、全然地味じゃないっていうか、もうねとにかくね宮本浩次のファンになった人はエカシの歴史を辿っていっていただけたらな、もったいないです、聞かないともったいない、この人たちの音楽を、この人のもう宮本浩次の音楽を聞かないともったいない人生がね。でまあうちのあの長女、自閉症長女はまあ何回も言ってますが、私がエレカシ好きなんで、ヘルパーさんと宮本浩次の話をするだけでもクッて顔で睨まれたりとか、ヘルパーさんが怒られたりとかしてね、ヘルパーさんが最近宮本浩次好きになってくれてすごく嬉しくってね、いろいろ DVD 貸したりとかねしてるんすわ。そしてだから紅白決まりましたねっていうね、あの人紅白決まりましたねってね、もうおそ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 ちょっとですこれ、もうこんなになってますけど、いやーいけやったもうね、おあのその紅白決まった時ちょっと喜べなかったんですよ、忙しすぎてて。いやーでももうちょっと高校に来てこう喋ってるとまたねアッパーになってきますよね。うーん頑
張ってほしいな。どんなステージになるのかな。そして大泉、私の大好きな大泉洋さん司会ですから、で春菜ちゃんも出てるしね。春菜ちゃん頑張ってるね、最近女優の。もうサージェ・レイガン代わりにタイが出たのがいいきっかけで、すごくいい女優さんの成功、成長ねされてる感じがして、いいっすよね。もうなんか私は個人的には本当に有働さん大好きなんで、有働由美子アナもまた出てほしいなと思う次第でございます。もうね、もうジャニーズはいいかな。もう司会は、まあ、でうっちゃんも結構連投したので、今回大泉さん前回出してみて、で去年のね紅白はちょっとね、私言うたらもうどちらも好きなんですよ、うっちゃんも大泉洋さんも。2人はいらないなと思った。確かに2人はうるさすぎた。大泉洋さん喋りすぎやし、もうかなりうるさいなとか思いましたね。ちょっとこれはもうもったいないかなみたいな。で今回大泉洋さん一人になったんで、あすごい、まあ NHK もよく考えてるよねとか思って、さあどうなんでございましょうね。そしてもうね、アドちゃんは出なかったね。まあいいんですけど、アドちゃんまた別の売り方をするんですけど、いやーどうなる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 って感じよ。どうなるラビ誰も知らないんだ。ケルトミュージックの大御所なんですよね。どうなるって言うとどうなるラニーが出てくるんですけど、まあ誰も知らない。いやーどうすかね、どう思う宮治、知らねえって言うんですよね。俺もただ歌うだけだからみたいな感じでクールに言われそう。久しぶりのアルバム見ましたけどね、素敵ですよね、舞台もね。もう何を言うことだもうね、これ以上ね、誰としゃべっても仕方ないんだけど、実は涙出てきて、これはね、多いです、ごめんなさい。めっちゃ化粧してて、今日も私 YouTube やるときは5層ぐらい塗ってますからね。もうちょっとダメージ以上に最近マスクでここがブチブチできちゃってね、もうねパーンって2個ライト当ててますんで、メガネにライトがついてるのに申し訳ないんですけど、ちょっと今のとこいかんともしがたくて、ちょっとなるほど。いやーもうほんと、あーなんか嬉しいね、で忙しいね、いっぱい媒体出るから。私はもう紙媒体を追わないようにしてるんですけど、みんなの聞いてるとあいいなとか思って、月刊角川もよかったよとか見てたら、あそっか買いたいけどちょっと我慢しようとか思って、ちょっと我慢しました。いろいろなとこにお金使いすぎてね、お金使いすぎだよ本当に。もうね、グッズも買ってるしね、コンサートグッズも券も買ってるしさ、もうすぐに見ると呆れられちゃった。何してんのお母さん、いいじゃんって、めったにこんなことないんだからさ、長年さエレカシのファンしててさ、もうミュージックビデオ探すも大変だったのにさ、今はもう DVD 出てるんだってびっくりしちゃった。この間 DVD 出てんのかよって買うわとか思って、だから VHS のしかないんですよね家に。昔の PV プロモーションビデオ、もう戦う男から始まりは今のすごくかっこいいですよ。もうそれとあれですね、何だったっけな、曲忘れた、ごめん、また次言います。もう PV もなんかもうちょっと流したいんですけど、ここではできないので、でねちょっとインスタとか、私インスタも TikTok も LINE も全部やってる。 LINE の方はちょっとねデータを送って流せないってことが分かりましたんでね、あれしようと思います。インスタか、まあ、TikTok でおいおいぼちぼち流していこうかと思います。ちょっと切り取って、昔のね映像で、多分皆さんご覧になったことがないインタビューとかね、あるんですよ。スカパーとかでやってた、スカパーじゃないな、スペシャワー TV とかでやってて、マイナーのねとこでやったとかあるんですよ。だからそれね、もう本当にもうバンバン、これこういいんだと全編流したいんですけどね、こうで YouTube でみんな見てもらえるように、それしちゃダメって感じですからね。もう厳しくなったよ YouTube ね。ね、カラオケで歌えないから私がギター始めたぐらいですもんね。というわけで、まあもう長々といろいろ話しました。さあどうかな、琥珀何歌うんだろうね、それが楽しみだね。決まってたらごめんね、何今されてんだって言うんだけど、いやね、ちょっといろいろ一通り聞きました。やっぱり浮世光司のブルースがかっこいいなって、全て宮本浩次さんのかっこいいとこ全て詰まってる曲だと思うんですよ、浮世光司のブルースね。ドラマもなかったですね、死神さん最後に見ましたよ。で2あるらしいですよ。2も絶対宮本浩次に曲を作ってほしいですね、皆さんね、頼んどいてください、プロデューサーの方に頼んでくださいって感じ。
お願いって、堤さんお願い。でも堤さんだったらやってくれない気がするなって感じ。うん、というわけでもう20分過ぎましたね。もうそろそろ帰らないといけません。はい、次女が行ってくれるから長女のね、お迎えをちゃんとしてくれるんですよ。お迎えっていうか、帰ってきてからのことしてくれると思うんですけど、早く帰らないといけない。怒られちゃうわ。なんか。いやー、ずっと話していたいですけどね。持ち帰ってどうするんだって話で。もう、楽しみが。そして私の方は音楽活動がちょっとまた再開しましたんで、それも忙しくて、なんかね、スタジオも飛んなくちゃいけないしさ。ほんで、また1年間忘れてた曲をまたもう一回練習し直しみたいな感じで、あれこれちょっと違うぞ、昨日寝ながら聴いて、あ違うじゃんとか思って、もうね、昔から知ってる曲なんですけどね、なかなかね、歌えなくて、もうあれですよ、エレカシの悲しみの果てもやりたいかなみたいな感じがします。というわけで、まあ今回はしゃべりのみで、さあ宮本浩次紅白おめでとうと、さてどれこっからかな、こっからかな、何を歌うのかな、メドレーだったら嬉しいよねとか、でも一人歌いもいいよねっていうお話をしてみました。皆さんでも考えてること大体一緒じゃないかなと思うんですよね。えもう何かしら本当に楽しみ、ウキウキドキドキ、それより大阪城公園がもうね目前に迫っておりますんでね、どうしようかなって言って、涙流すっていうからマスカラはやめとこうかなって、メイベリンのマスカラ買ってきましたけどね、もうどうすんべとか思いながら、もちろんあのツアーで買って T シャツも買ったんですよ、私コンサートグッズ T シャツ買いました。 T シャツ着てパーカー着てダウン着ていくと思います。皆さんよろしくお願いします。メイブスすぐわかると思います。また声かけていただいたら幸いです。はいどうって言って声をかけます、声を返しますので、すみません、もうね喋る余裕なかったごめんなさいということですね。それでは、まあ、今回はおしゃべりのみでございましたが、はい、まあ、ね、紅白歌合戦、紅白っていうのも古いって言われてましたけどね、どっかでね、もうね、紅と白もない、ね、LGBT さんも言ってるし、もう性別で分けるのおかしくないみたいな意見も出てるらしいです。だから本当に年末の歌合戦すればいいのにねっていう感じ。そう思います。私もそう思います。というわけで、さて、どうなるのか。ということで、紅白で宮本浩次がどんな活躍をするのかなっていうのをちょっと妄想も入れて語ってみました。皆さん楽しみにして、年末しんどいけど頑張ろうね。私もちょっと風邪ひいてんだけどさ、また、まただよ。でも頑張りたいと思います。それでは、ね、最後までご視聴していただいた方ありがとうございます。まだ長々喋っちゃったよ。まあカットしますけどね、いろいろとね。まあ、今回歌なしだから安心してる人も多いと思うんですけど、まあ、所詮宮本浩次の話ばっかなんでね。というわけで、懐かしい曲が変わってますね。じゃあ、それでは、というわけで、またこれから、エレカシのカバー、ね、もう最近エレカシのカバーばっかりになってますんで、ずっと続けていきたいなと思ってます。それと、そうですね、オリジナルを今、もうずっと TikTok に毎日、1日1曲流してます。で、それもため撮りして、ここでね、まあ、めちゃくちゃなんですけどね、もう素人が作る曲なんでね。でね、インスタとか、ツイッターも流してますしね。もう、で、ここでも YouTube、YouTube ちょっとね、歌詞付けてちゃんと流せるんで、歌詞をつけて、歌詞付きじゃないです。歌詞をつけてちょっと流せるんで、ちょっとね、他のとこ分かんないんですよ、私。バカで。おバカさんなんでね、分かんないんで、歌詞がつけられなくても、ちょっとコメント欄のところに歌詞付けてね、インスタとか出してるんですけど。いや、まあ、とりあえずまたこれからもよろしくお願いいたします。それでは、めぐちでございました。次なら、次の曲でお会いいたしましょう。じゃあ、またね。バイバーイ。ピッポピッポ。というわけです。じゃあね、またね、バイバーイ。ほんと楽しみです。